はい、ということで MJ マリオチャンネルの MJ です。本日はレゴスーパーマリオキャラクター間違い探しやっていきたいと思います。マリオチャンネル、マリオチャンネル、マリオチャンネル。ここで MJ マリオチャンネルの紹介です。 MJ マリオチャンネルではレゴマリオ、ゲーム実況、マリオのアイテム、おもちゃ、お菓子などを紹介しているチャンネルです。もしよかったらチャンネル登録して僕の動画見てください。では本編いきましょう。どうぞ。はい、ということで本日の間違い探しをするキャラクターはこちら。はい、そうですね、クッパでございます。このクッパの間違いを今から皆さん見つけてください。ではいきますよ。はい、では間違いクッパいきますよ。せーの、はい、ということで間違いクッパ、さあどこが違うでしょうか。ちなみに3箇所間違いがあります。さあ見つけてみてください。さあどこでしょうか。3箇所じゃないか、4箇所か。4箇所あります。はい、では答え合わせをしていきたいと思います。マリちゃん、間違えていた場所はまず最初は皆様分かったかな。ここね、尻尾のところがなんか火になってます。はい、ここです。あとはちょっと難しいよ。もう一つはですね、この眉毛のところ形が変わってます。右と左をね、パーツ入れ替えました。あともう一つです、牙の大きさがね、こっちと違います。さっきのはこっちね、違うでしょ。ここが違います。これが3箇所目です。最後4箇所目、ちょっと難しかったと思います。ここの甲羅のトゲの位置が、トゲの形がちょっと変わってます。こっちは四角だけど、こっちはこういう感じになってます。はい、ということで間違えクッパ4箇所間違い見つけられることができましたかね。以上、レゴスーパーマリオキャラクター間違い探しでした。マリオチャンネル、マリオチャンネル、マリオチャンネル。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。以上、MJ マリオチャンネルの MJ でした。バイバイ。